なるほどね。オラフ。めっちゃ人おるやん。ね。そっちかい。そっちから来るんかい。俺も思った。あれじゃないんだね。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな、うん、ふざけた真似しやがる。俺はただ頭とこじれた件をおやすさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。お、いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。おう、なるほどね。みんなモブ。監視してるっていうか、違うな。来てるね、来てるね。みんな来てるね。防音していいってことですか、これ。これはやるね。戦闘しあるんちゃう。おお。いきなり。誰こいつ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろ。バレバレですね。分かってね。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。すっげえ衝撃だよね。尾崎、戦闘の始まりですか。おっと、でもね、ガタイがおかしい。お、投げるね。痛い。黒叩きやん。ボロ雑巾みたいになって出てくるの。あ。まあ、なおさら手引けなくなったな。なおさらね。燃えるタイプですかね。燃えるタイプだからこれ。あれ、えぐる？こいつで目をえぐってやる。ビニヤンエ。おっつ？なんてな。何やってんだ俺。いっぺん死ぬか。もう構わねえ、ぶっ殺せ。あ、来ましたね。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。お、ガチ横かっこいい。やられたらやり返す。激横、やられてなくてもやり返す。やつ当たりだ。違った。これ何？一人ずつ来てくれる？これいいね。フルボッコにしていいっすね。かっこいいね。あ、かっこいい。とりあえず1対1は面白いですね。あれ、おー、ちょっとね。おー、上がってるね。スキルが上がってるね。あ、え、あ、なんだ、あいつもやっつけられちゃうのかと思った、今。やっつけてほしかった。なんで使えねえな、みたいな、ね。探しホストなんだね。剣が一緒倒す。いいねえ。ウォレット剣が。ウォレット剣が。頭来る、頭。ああ。ああ、銃。まさかの
チャカ、チャカよ、チャカ。ってことは来るんじゃないの相棒が。相棒。しっかり狙え、ケンゴ。心臓だ。はい。撃つなら、自分で撃てよ。かっこいい。いや、やっぱり目打つか。両目打ち抜け。男になれや、ケンゴ。あ、おー、違った。あいつだ。お前。逃げるよ。ついてきて。かっこいい。何やってんだ。捕まえろ。一発殴ったら逃げてる。ね。行かなかったら、バーって突き出てね。もう木村さんダメージが満身創痍。これもしかしてあれかい、またあのアクションを生かすも殺すものパターンになる。なるほどね。かっこよく逃走するみたいな。ほら、いかないよ。十分やっていけんじゃん、この、ね、おお、かっこいい。でもこの盗賊団入れんじゃん。あの避け方いる？いらねえな。おお、危ね。正面で。おお、もう連続で来るね。連続だね。やべやべやべ、出動してるな。やってんな。下な。ドスまで出てきてる。いねえ。なるほどね。なんだよあいつ。あ、ちゃんとこっちだぜみたいな。でもあいつは倒す。待て、あのドスマッチ警察来るだろ。あ、お、悪い、スケボー。あれじゃん、コナンじゃん。コナンじゃん。ターボついてねえけど。ターボ、え？いや、ぶっ放すなよ。ビビる、お、捕まる。もうちょい、もうちょい。いやいや、ぶっ放すで、まず届いちゃう。違うさ。おぉ。かっこいい。かっこいい。コナンじゃん。ね。コナンじゃん、今の。おぉ、来るね。かっこいい。おー、すげーね。やーべーって、こんなの街中走ってたら怖いどころじゃないっすね。入れた。おー、すごい、チェイスが変わったじゃん、ね。あ、終わった。すごいね。すごいね。こんなあれなんだ。チェイス。もう来ないか、ね。あいつらは諦めたか。おお。訓練してくれよ。あいつは飛び越えて待ってたんだね。なるほどね。追いついてるけどね。こっち言ってるけど。置いてったやんぐらいのところだよね。おお、逃げ切った逃げ切った。もっと早くとか言われてっけどさ、そうじゃねえんだよって話じゃん。小さかな、お前。そう。ねえ、おもろいな、うん、こんなにやるかい。おう、おう、これね、絶対ね、あいつあそんな気しかしてない。もうお前何なんだ。その前にお礼はないの。確かに俺は重要だよ。確かに俺は重要だよ。昼に俺のスマホをでも返したじゃん。3000円のやつ。なんで取った。3000円のくだりなんで返した。あの時はしつ
つこい警官に追われててさ、そしたらあんたが電話してて、それでパッと計画を思いついたわけ。計画？うん。まずスマホを奪うでしょ。うん。するとあんたは僕を追いかけてくる。後から来た警官たちは僕と同じ方向に走るあんたを仲間だと思う。で、あんたが捕まってる間に僕は逃げる。すごい。ま、あんたまで逃げ切るとは思ってなかったんだけどさ、お互い結果オーライだったでしょ。じゃあ今はなんで俺を助けた？確かに。そりゃあ、あれ、なんでだっけな。変なやつだな。まあ一応スマホの件じゃ迷惑かけたしさ、でもそれで今は命が助かったんだから、あんたラッキーだよね。確かに、うん、そうかもな。そうかもな。助かったよ。ならこれでチャラね。なあ、なんで窃盗だなんてやってんだ。いい若いもんがもったいない。はあ。そんなに暇なら俺の仕事手伝わないか。ヤクザに狙われるような仕事。確かに、冗談でしょ。確かに。さっきの奴らは東条会の松金組だ。他に教令会とも俺は揉めてる。揉めすぎ。胸張るな。ちょっと面白そうではあるけどさ、僕らまだお互いに信用できないでしょ、うん、まだね。ああ、ね、うん、八神さん。でも絶対ホストだからさ、うん、俺の名前を。この雰囲気はそんな気がするんだ。この最後の方になって明らかになるのかな。この勝負で明らかになるんじゃない。なんかなりそうだよね、うん、てか手伝ってくれそうな気配がしてるじゃん。気配はしてる。この感じでいくとさ、